え皆さんこんにちは、えー、皆さんはパーソナルモビリティという言葉をご存知でしょうか、えー、パーソナルモビリティは人の短距離移動の支援をする電動の乗用車のことです、えー、パーソナルモビリティという言葉を知らなくてもセグウェイという言葉ならご存知の方もいるかもしれませんまたセグウェイのほかにもアイリアルとかユニカブとか自動車メーカー各社がいろんなものを提案しています 実はこれらのパーサルモビリティには共通した性質があります一つは移動の能力です移動の能力は人よりも優れていて自転車よりは劣る決してそれほどの移動能力があるわけではありませんまた移動の能力に関しては人や自転車よりも楽に移動できるこれが共通した性質になっていますこういった性質を持つ乗り物を使うと人に混ざって 移動するることができるのできの例えば防犯パトロールに活用できるそれから清掃活動に活用できるそして商店街をですねこういったものによって移動して商店街の活性化を図ることができるこのようなことが考えられています実はですねこういった乗り物が出る前四輪の移動支援者というのはありましたこれは実は制御をしなくても四輪あるので 立っていいられるという性質があります一見優れているように見えますが実は斜面に差し掛かった時に倒れやすいという欠点がありましたこれに対してですね先ほどのセグウェイは動力学的安定性といって制御をしないと倒れてしまいますしかし斜面であっても必ず垂直であるということから倒れにくさが変わらないという利点がありますしかしよく考えてみてくださいどうしたら 完全に道力逆的な安定な乗り物になるかそこで私が考えたのが急に乗るという方法ですこの方法ですとどの方向にも道力逆的に安定なので常にまっすぐ立つという優れた性質がありますこのようにして作られたのがこのオムニライドという乗り物ですこのようにこのボール1個を道輪としてこの上に乗ることができます 重心移動だけで前後にも進めますし、セグウェイにはできない左右への移動も行うことができます。また、ハンドルをねじるとその場で旋回することもできます。このように非常に直感で楽に移動できるとても楽しい乗り物になっています。まあ、手放し運転もできるんですけども、で実はです、ね、これを作るのに必要な学問なんですが、機械工学、電気・電子工学、そして情報工学などがあります。 ぜひこういったものに興味を持って、こういった夢のあるものづくりに挑戦してほしいと思います。ありがとうございました